試合は大詰めですが、14番ホールで取られて3アップになった芹澤、この15番ホールもピンチ。これ加瀬君何番でこのバンカーから届くだろう、距離的には。そうですね、多分9番やん、8番9番ってところじゃないかと思うんですけどもね。あとはライト、まあ、風がないということでしたから。左サイドからだと、少し、グリーンの手前からでもね、で傾斜がありますんで、はい、ちょっと待ってくださいね、後ろからロープが来ますんで。ああ、ここですね、はい、ライ的には問題がない、ね。石井さんね、本当にわずかですけどアップヒルになってましてね、あーはーはーライもいいですね。あ、距離がピンまでが120ちょっと。いやね、今日のねピンの位置というのは、これ左に来れば来るほどね難しくなってしまうんですね。ダングリーンの斜面がですね。そうそう、はい、だからフェアウェイから打つ分には寄りやすいところなんだけど、この左サイド、このバンカーに入れてしまうと、今度は左のグリーンのある程度のアンジュレーションを使わなければいけなくなってしまう、はい、左が高くて右にぐんと落ちてます。ですから思い切ってピンの方向に打っていって、多少右に残してしまうのか。そうですね、まあ、左からダラダラと落とすのか。石井さん、はい、左から落とすとなると、かなり今言われたように難しさがありますよね。これボールの状況ライン見てもある程度のその細工といいますかね、フェードとかドロー、まあ、かけやすい状況にありますからね。これピンの右からどうでしょうか、軽いドローなんて。それならそれの方が確率的にはいいでしょうね、9番アイアンですね。ドローはどうですか。ドローで行ってますね。行ってますか。いいですよこれ。おお、こう、うわ、これはもう日吉さん思った通りのボールね。本当に思った通り打ったでしょうね。低めの球でね。うん、左サイド使わないのがこれ大成功ですね、ここまではね。そうですね。まだまだ強気ですね。やっぱり、ね、弱気になるとそういう何かを使いたくなるんですよ。はあはあ、グリーン上のね、グリーン上のアンジュレーションが気になったり。最高のショットで笑顔が出てきました。どうですか中野さん、先ほどまではこう深く深呼吸するなんていうね、そういうシーンが見受けられましたが、今いや大きくため息ついてますよ。まだついてますか。心臓バクバクというようなジェスチャーだったですね。まあ3アップとリードしている芹澤も相当この人に負けず劣らずと言いましょうか、また違った意味での重圧というのがかかってきていると思います。これはそこにつけた時点でかなりの上部選手プレッシャーを感じていると思いますけどね、はい、グリーン上かなりスライスするラインですからね。ですからどこから転がしてくるかですね。かなり手前から来た。これでは、OK と言いましたか。いやいやいや、今のは芹澤が言ったわけではないですね。 OK の距離じゃないですね、はい。お互いにこの位置に持ってきました。上部のボールでも1メートル以上ありますね。距離は短いけど、これ芹澤君の方からの難しいね。そうですね、でも入れたい、ね、これ入れると、ジョブ選手の方が近いですけども、昨日の最後のね、佐々木選手とのプレーオフの佐々木芹澤の対戦の、佐々木の短いパットね、あのパターンになりやすい、はい、状況ですね。昨日は追い込まれた芹澤が通算の40ホール目4メートル近いパットを先に入れて
上から1メートルちょっと佐々木が外して勝負が決まりました。グラント・ジョーブ31歳、アジアンツアー昨年の総合優勝者。相当微妙なタッチを要求されたパット。今のね、本当にちょっと触っただけの状況ですから、かなり傾斜がきついということですよね。でジョーブ選手もあの傾斜はかかってくるでしょうから。セリザは右カップいっぱいに狙ったのがそのまま抜けたんですよね、うん、だからこれジョーブのもちょっとね、やはりマウンドにかかっているかもしれないですね。2ホール連続して取ることができるかどうか。なりました。4アップから芹澤のリードは2アップに変わります。2ホール連続して芹澤を落としました。通算の33ホール目終了して芹澤2アップです。93年決勝、山本対鈴木、初の決勝進出を果たした両選手、お互い一歩も譲らぬ展開。しかし山本は23、24番ホールと立て続けにバーディー。結局山本が今大会初優勝を収めた。